はい、こんにちは。全然消防の私、阿部です。はい、ザック書店の鈴木です。はい、今日は鈴木店長に来てもらいました。また面白い本をですね、見つけていただいたようです。そのご紹介をいただきたいと思います。はい、さて今日は、はい、今日ご紹介する本はですね、小川陽子さんという方の小鳥という小説です。珍しいですね。はい、だってあの店長は小説読めないって私小説本当に読めなくてどうしたらいいんだろうと思って、ね、これはですね、実は札幌 の、あの読書会をオンラインでやって、私は茨城から参加したんですけども、これはなんか皆さん好評で素晴らしいと、皆さんあまりにも言うんで、じゃあ、 まあ小説苦手の私も読んでみようと思って手に取った次第であります。なるほど。で実際読んでみると、登場人物の個人名一切出てこなくて、で地名とかも出てこなくて、私はあのその地名だとか登場人物を覚えるのが苦手で、もうあれ何だったっけ、あの主人公はこれで、この人は何、あお兄さん、あれこの人は誰だってなっちゃうのが小説を読む苦手な第一だったんですけど、この本には一切出てこないんで、非常にこう私にとってはありがたい小説です。なるほど。でこの中身 も、はい、そうやって名前が出ない、場所のもどこだか分からないという中で、よくこうそういうストーリーを描くようなことが、ね、だからね、自分の中で想像ですね、これはこれあの幼稚園とか出てくるんですけど、自分が通ってた幼稚園のことを思い出して、あこんな感じかなとか、このタイトル小鳥って言うんですけど、もちろん小鳥もたくさん出てくる、で私も小鳥飼ってましたけども、ああこういう感じかなと自分の経験から想像して物語が進んでいくってことで、それぞれ読んだ人の経験がおそらく違いでしょうから、皆さんの中でこの小鳥っていうのがどんどん変化していくんだと思います。面白いですね。面白いと思います。読んだ人によって、お話イメージの世界っていうのは全然こう違ってくる。みんな違うと思います。そうだから、例えばその読書会で皆さんが読んだものをこう、話し合ったりするのに、いい題材だと思います。それぞれが自分の小鳥を持ってる。なるほど。そういう素晴らしい本。なるほど。それは面白い本ですね。ぜひ読んで、店長の小鳥はどうでしたか。私の小鳥はですね、このね、あの物語の小鳥はすごく純粋な感じなんですけど、私そんなに純粋じゃないんで、いろいろこう、まあそこをあんまりこう突き止めて、言うと、小鳥というよりもうちょっと大きな鳥になって、大鳥になっちゃって、お後がよろしいよっていう感じになっちゃうと思います。なるほど。でも、ね、そんな本だったら私もぜひ読んでみたいと思いますね。ぜひ読んでみてください。今日は小鳥をご紹介、ザック書店の鈴木店長です。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。